もしもし、立花ういよ。この前の電話の時、実は隣に副部長がいたの。怒られたわ。電話を切る時は、別れる時と同じで、さようならというのね。知らなかったの。あなたに不快感を与えたかもしれない。謝罪するわ。私の思考回路と人間の思考回路は大きく異なる。だから学習が困難なの。シチュエーションが異なると応用できない。ファジーな学習というものができないの。そういう意味で、私はやはり人間ではないのかもしれない。慰めてくれるの？問題ないわ。意欲が失われるわけではないから。私が人間を目指すのは、生きる目的だもの。でも、あなたの言葉は時々、私の把握できない何かを刺激する。その何かは、私に表現しにくい感情を与えてくれる。それは、私を楽にしてくれる。あなた、機械の扱い方が上手なのね。今後もそうやって、私にヒントをくれると嬉しい。じゃあ、切るわ。さようなら。また明日、学園で会いましょう。